はい、タイムラインで調べればわかると思いますが、下から歩いて無償島までたどり着きました。本人はそんなに時間かかったという印象はありません。15分くらいかな。車山から始まって八ヶ岳、北八ヶ岳って言ったらいいか、こっから本来の八ヶ岳になるのかな、網ヶ岳まで、そして富士山映ってますかね、動画には。で、南アルプスであれ甲斐駒で、で多分北岳で、愛の岳で、で、千畳ヶ岳だと思います。で、森屋山から中央アルプスで、南駒から始まってだんだんこう来て、ここら辺の一番高いピークがおそらく木曽駒ヶ岳と思います。で、京ヶ岳はどれなんだろう。京ヶ岳はあれなのかな、よくわかんないです。から御嶽山、真っ白ですね、綺麗ですね。で、左肩に白いラインが映ってるかな、あれが御嶽2240、今年から御嶽高原で、あの木の間にちょっとかすかに見えてるスキー場っぽいのが御嶽ロープウェイじゃないかなと思います。マイヤーは見えないと思いますね。それから北方向へ来て、乗鞍の連峰ですね。から、北アルプス南部穂高から始まって槍から常念、その後名前よくわからないです。それからあそこにあるのが、左の高いピークが八伏山で、こっちが二つ山か。で、北アルプスの中部って言った方がいいのかな、後ろ立山連峰になるのかな、この辺は。よくわからないですけど、あれが爺ヶ岳で、鹿島槍で五竜岳でっていうのはわかります。その奥、多分右のあの三峰山の稜線に沈むあたりが白馬三山ではないかと思います。で、三峰山の右肩の向こう、続きに見えるのが、美ヶ原の大賀島、頭の方ですね、大賀島、あそこで2000メートルくらい。から無償島の間から見えてるのが鷲ヶ峰だと思います。で、こちら側ぐるっと回ってきて、この方向に浅間とか、この方向に猫岳、吾妻屋さんあると思うんですが、それはそこの林の、あるいはあそこエコーバレーの、背面というか、あれはなんだ、北の耳になるのかな、北の耳の向こう側だと思います。南の耳は見えるのかな、南の耳はよくわからないですね、多分北の耳だと思います。なんか八ヶ岳の上、レンズ雲かかってきましたね。から南アルプスの上にもレンズ雲です。いやー、よかった、ラッキー、こんなに天気、ね、天気じゃない、眺めが良くて。